私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ジャンプの山田涼介は、嵐の二宮和也とキャットタンへの中丸雄一を、青春のおっさん、と呼んだ。平成ジャンプ山田涼介、嵐二宮和也か、純キャットタンの子もうをイルリーティー逆切れのわけわけ。花火を見に行くときに着るならどれ?というテーマで、二宮、中丸菊池の3人は、ミントを、選択。菊池は、夜に目立ちやすい色、と選んだ理由を説明しつつ、花火は、君とミント、ミント、と、カメラ目線でウインクしながら、ダジャレを披露。一方、唯一、ピンク、を選んだ山田は、顔をしかめながら、えっつ、なんで?と逆ギレ。その姿に中丸が、めちゃくちゃキレてる。と突っ込む中、花火に行くのであれば、その情景を氷水色だと思ったんです。一緒にいる関係を氷水色だから、ピンクじゃないかなと思った、と主張し、二宮と中丸を指さして、青ですか?とコメント。さらに、青春ジジイです。と二人をジジイ呼ばわりし、中丸は、方言、言われましたね。と山田の言葉に驚いていたのだった。この日の放送に、ネット上では、新庄並みに出ても、4人があのままでほっこりするし、4人の性格垣間見られて面白かったな。この4人がセットだと見てて安心する、山田くんが辛口コメントしてる。ジャニノだから気が緩んでて可愛いよね。ジャニノでいると、いつも見れない姿見れるから嬉しい。青春ジジイがパワーワードすぎて頭から離れられない、など反響が続出。24時間、テレビ本当に楽しみ。4人らしく楽しんで頑張ってね、と期待の声やエールも集まっていた。オープニングでは、進行役のお笑い芸人陣内智則が、ここに山田くんが入るのは、意外な4人だった、と、メンバー構成について正直にコメント。そんな陣内から話を振られた山田は、本当にニノさんが遊びたい人を集めたんだなって感じがしましたよ。と、笑いながらユニット結成当時を振り返った。続けて、発起人の二宮は、自身はメンバー3人とそれぞれ交流があるものの、中丸と菊池は関わりがなかったことに言及。動画配信を行う中で、どんどん仲良くなっていく姿も見ていただいていますし。と、すっかりメンバー間の距離が縮まり、良い化学反応が起きているようだ。なお、昨年4月に始動した、ジャニのチャンネルは、チャンネル登録者数343万人、8月23日現在、を突破。中丸は、一つの目標として、100万人行ったらすごいぞ、という話はしていましたね、と明かしたが、順調に活動する裏では、動画やチャンネル自体が、バズる瞬間を体感したんですけど、恐怖でしたね、なんか怖かったです。と、注目されることに対する恐怖もあったという。また、更新頻度とか企画は、誰がどう決めているの?という陣のうちの質問に中丸がほぼ二宮くんです。ねと回答すると二宮は極端な話みんなは撮影に来るまで何やるか知らないですと一言。山田はうちのチャンネルでやることってそんな大したことやらないので知らなくても成立しちゃうんですよと説明し菊池も手ぶらで撮影に行けますもん。だからガーラ、湯沢、スキー場と変わらない。と、手ぶらで遊びに行ける新潟県のスキー場の名前を挙げて、スタジオを笑わせていた。その後、番組では4人の絆を深めるために、チャリティーシャツシンクロチャレンジ、企画を実施。24時間、テレビのチャリティー T シャツ前後色黄色、白、ピンク、ミント、ラベリー米印菊池命名によるラブリーナベリー色のこと、のうち、お題のシチュエーションに合う色を選び、全員のチョイスが一致すれば、チャレンジ成功となる。嵐二宮和也の冠バラエティー、ニノさんが8月21日に放送された。今回は、24時間テレビ直前メインパーソナリティ集合 SP、と題し、ゲストにキャットタン中丸雄一、平成ジャンプ山田涼介が登場。番組レギュラーのセクシーゾーン菊池風磨を含め、今月27、28日に放送される、24時間テレビ、
愛は地球を救う、どう、で、メインパーソナリティを務める YouTube ユニット、ジャニのチャンネル、メンバーが集結した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。